Mac 製品は iPad mini しか持っていません。はい、どうもタクタクです。タクタクのグダグダ始めていきたいと思います。今回のテーマは、ホラーゲームの主人公についてです。今まで自分がやってきた、フリーホラーゲームの主人公でちょっと気づいたことがあるんですけど、ほとんどの主人公が少女が主人公なんですよね。今まで男性が主人公だったのは青鬼とズルズルさん、あと最近やったのでは愛猟の逃げぐらいなのかなって思います。まあマットファーザーも少女だったし、あと魔女の家、アケミタン、記憶少女とかもね、なぜか主人公が少女だっていうことが多いんですけど、これにはおそらく理由があって、どのゲームの主人公も一撃で死んじゃうんだよね。だからなんか少女イコールか弱い存在だから敵から一撃でやられてしまうっていう、まあ設定なのかな。だから少女を主人公にした方が物語が組みやすいっていうことと、まあ、他にもやっぱビジュアル的にもなんか怖いゲームはやっぱ男が主人公っていうよりは女の子の方がビジュアル的にもねいいのかなって思います。大雑把な分析だけど、まあ、これについて意見がある方はコメントをどしどしくれればいいなと思います。はい、というわけで、まあ、今回も短かったんですが、この辺で終わりたいと思います。あと1点、ピルグリムの実況を次にやると言ったんですが、その前にもしかしたら実況動画を上げるかもしれません。違う実況動画ですね。というわけでそちらもお楽しみに。ではまた。